エドモンド・バートン、サー・エドモンド・バートン、サー・エドマンド・バートン、1849年1月18日1920年1月7日は、オーストラリアの政治家、裁判官、王室顧問弁護士である。初代のオーストラリアの首相であり、オーストラリア高等裁判所創設時の裁判官だった。愛称は、大酒飲みとビトビー、トビーとスポット、 オーストラリア市でのバートンの最高の貢献は、1890年代を通してのバートンの連邦運動の立ち回りである。1901年の連邦選挙で選出され、初代首相に就任したバートンは1903年に、首相の座をジ・オーストラリア高等裁判所判事となった。バートンは株式仲買人、ウィリアム・バートンとメアリー・ルイーズ・バートンの9番目の子として、 シドニー市のグレーブ、グリーブの郊外で生まれた。バートンは、ォートストリート高校とシドニーグラマースクールで教育を受けた。同校では二度の生徒会長を務め、また生涯の長い友にして、後の同僚、最高裁判事となるリチャード・オコーナーと出会った。バートンは、シドニー大学に通い、古典に関して、主席の成績及び、大学勲章と共に卒業した。 クリケットでもバッティングで相当の技量を見せた。しかし、守備はダメだった。バートンは1871年に法廷弁護士になった。1870年にニューカッスルのクリケット旅行でバートンはジェーン・メイソン・ロスという女性と出会い1877年に結婚した。1879年にバートンはハリス男爵合宿を取るイングランドのチームとニューサウスウェールズ州の チームがクリケットの試合をする際、審判を務めた。この試合は別の審判の論議を呼ぶ判定により群衆が競技場になだれ込み、クリケットの国際試合における世界初のボードをシドニーボードへと発展した。世評によれば、その状況を沈める若きバートンの応対が彼がオーストラリア初の首相に上り詰める最初のステップとして何年か後に、 州の会議,議員席を勝ち取る一助となった。1876年バートンはシドニー大学選挙区でニューサウス・ウェールズ州会員に立候補した。しかしバートンは43票に対し49票でウィリアム・チャールズ・ウィンディアーに打ち付された。バートンは1877年にも同じ議席で失敗したが1879年8月に当選。 1880年に任期が終わった後は、1880年から1882年まで、ウェリントン選挙区と1882年11月から1887年1月まで、イーストシニー選挙区の会議員を務めた。この時期バートンは自由貿易へのバートンの指摘は、ほぼ不要であると考えた。1882年にバートンは、立法議会の議長になり、 1884年には、シドニー大学連盟の学長に選出された。バートンは、サー・ヘンリー・パークスにニューサウス、ウェールズ州上院へと推薦された。1889年1月、保護貿易党のジョージ・ディブスにより、州の司法長官に任命された。バートンは、自由貿易に対するディブスの早まった保護政策を嫌ってはいたが、これを受けた。 この政府は同年3月までしか継続せず、すぐにヘンリー・パークス政権にとって変わられた。エドモンド・バートンはオーストラリア連邦の創設への早くからの支持者で、それはヘンリー・パークスのテンタフィールドの演説の後、重大な政治議題になり1891年3月にオーストラリア法制定会議へ委任された。この会議でバートンは連邦のオーストラリアで 貿易と交流は完全に自由になるだろうという連邦会の明確な指示を明らかにした。バートンは同様に会員だけでなく上院は代表して数密院司法委員会への上告の権利を撤廃するべきであることを主張した。バートンはオーストラリア憲法、総案作成にも参加し、それは1900年のオーストラリア憲法制定時と極めて似たものだった。 にもかかわらず、保護貿易論者は連邦化に熱心な支持者ではなく、1891年6月に、バートンは上院から辞任し、イーストシドニーで出馬して連邦化に敵対する、内閣を意味した限り彼らは、バートンら投票を得られないだろうと宣言した。バートンは投票で勝り、後にパークスに投票したが、バートンの少数与党政府で地位を得ることを辞退した。 後に労働党は政府への指示を取りやめ政府は1891年10月に勢力を失っていき、パークスはニューサウスウェールズで連邦化運動の指導者の地位を引き継ぐようにバートンを説得した。リブスは保護貿易党政府を結成し、バートンは弁護士として私的な業務を遂行するのに都合が良い司法長官になることに同意した。バートンの協定はるべき議会会議で 連邦政決議案の指示をディブスが同意することに基づかれてのものだ。連邦政決議を起草するバートンの試みは1892年ブロークンヒルの交付ストライキと雑な選挙改革議案のバートンのキャリッジに対処しなければならないとき、ニューサウス、ウェールズ州知事としての活動の休止によって遅れた。1892年11月22日、バートンは会員で 連邦決議を披露したが議会委員会でそれらの決議の尊重を得ることはできなかった。その間、バートンは1892年12月にコロとオルベリーの集会で国民に連覇を広げるキャンペーンを始めた。にもかかわらず、バートンは1893年10月の委員会で最終的に連邦決議をうまく取りまとめたが議会によって討議される一覧の中に それらを入れることができなかった。12月、バートンと裁判所を代表する大臣、リカード・オコーナーは政府に抵抗する私的な弁護士としての役目を務めることで、プラウドフット鉄道委員でそれらの疑義を差し挟まれた。バートンが法廷弁護士の職を辞している間、政府に抵抗する行動の中で弁護士としてのプロの能力で決議に大人権の同義を失い、即座に 司法長官の職を辞した。1894年7月、バートンはランドウィック、イーストシドニーの多員選挙区の選挙区で再選するため立候補し落選。バートンは1895年の選挙では国会議員たちが賃金を支払わなかった期間中も家族を養う必要があったので立候補しなかった。しかしながら、 バートンは1893年1月から1897年2月までの間の期間中連邦化のキャンペーンを続け、バートンはアシュフィールドのシドニー郊外を含むニューサウスウェールズの300近くの集会所で挨拶した。バートンはそこで歴史上で初めて我々は大陸のための国民と国民のための大陸を持っていると宣言した。 1897年までにはバートンは全オーストラリアで認められた連邦化運動の指導者として尊敬された。1897年にエドモンド・バートンはニューサウスウェールズから連邦化を提案するために憲法を発展させる憲法会議へ選出された大議員の得票数を上回った。にもかかわらずサミュエル・グリフィスは 憲法の草案の大部分を書いたがバートンはそれを、協議会を通して遂行する、政治的指導者だった。1897年5月、バートンは、連邦議案を主導する、ジョージ・リードの推薦で、衆議会上院に二度任命された。これで、リードの司法長官、ジョン・ヘン・リー・ウォントは、議案に反対する自由裁量を与えられた。年9月。 協議会は植民地時代から論議された286の改正案が提案されたシドニーで開かれた。1898年3月に憲法草案を成立させ、バートンは6月の国民投票で賛成票のためのキャンペーンを導くためニューサウス、ウェールズに戻った。けれども多数の支持を獲得したが、それは、 可決に必要とする最低票数8万のうちの7万1595票しか達成しなかった。1898年7月にバートンは立法議会の選挙でリード対抗して出馬するために上院を辞職したが落選。9月にバートンはヘイスティングスとマクリーの補欠選挙で勝ちすぐに親連邦家と反連邦家の保護役者たちとの混成でなった。 反対派のリーダーとして選出された。1899年1月、リードは他の州から重要な情報を得て、全州で選挙運動を行ったバートンと共に1899年6月の2度目の国民投票のためキャペンを行いその中で、バートンと合流した。82,741に対し107,420票が通過した。 1899年8月、労働党がリード政府を辛辣に追いやることができたことが明らかになった時、バートンは労働党のやり方を容認できず反対派のリーダーを辞した。そして、バートンの後をウィリアム・ラインが継いだ。バートンは再び司法長官になる要請を拒否した。バートンは女王陛下の政府に連邦法案の説明をするため、 アルフレッドデーキンとチャールズ・キングストンと共に、ロンドンへできる、要1900年2月、議会から辞職した。イギリス政府は、憲法草案に取り入れられる、要数密院への上訴の撤廃に反し固くなな、態度を取った。結局バートンは、内々に、憲法の争点は、オーストラリア高等裁判所で成立させることに、同意したが、他の争点は、上数密院へ訴えることができた。 ごくわずかな人々しか最古の州で連邦主義者のリーダーをするバートンが新連邦の初代首相になることを疑わなかった。しかし新たに到着したオーストラリアの総督ホプトーーン教はそうではなく、不機関を組織しニューサウス・ウェールズ州知事ウィリアム・ラインを招いた。連邦議会がまだ設立されていないので、下院与党のリーダーを任命する通例の議会は行うことができず、 適用することはなかった。ホップトーン卿の失敗で知られる、ホップトーン卿の決定は地位を守ることができた。ラインは年長者であり、連邦化に反対するラインは、ディーキンのような有名な連邦主義者を容認できず、年下でもあるディーキンに尽くすことを拒否した。張り詰めたやり取りの後、バートンは首相に任命された。そして内閣が組織された。 バートンの内閣の主な仕事は、最初の連邦議会選挙を管理し組織して成功することで1901年3月に開催された。首相で外務大臣バートンと大倉大臣ジョージ・ターナー、司法長官アルフレッド・ディーキン、防衛大臣ジョン・フォレスト、国務大臣ウィリアム・ライン、通商関税大臣チャールズ・キングストン、郵政局長ジェームズ・ドレイク、 行政最高評価位の副総裁、リチャード・コーナー、無人諸大臣、エディオット・ルイスでなっていた。バートンは審議会でハンターの議席に反対する者の,のいない中選出され、バートンの保護貿易党は労働党の指示により、政府を組織するのに十分な議席を勝ち取った。バートン内閣はエディオット・ルイスを除く全員が選出され、ルイスは選挙に立候補せずフィリップ・フィッシュ。 によって変わられた。バートン政府の最初の法律制定の一つは、法のもとに白豪主義を書きつけた移民制限法だった。政府支持の協定の一部として労働党の要求はアジアからの移民政権の立法であったが、実際バートンは自分選挙運動の中に白豪主義の導入を約束した。バートンは男性の平等主義は、 イギリス人と中国人を平等に扱うことを意図したことはかつてなかったと述べた。一つの注目すべき改革は1902年の連邦議会選挙のために女性参政権を導入したことだ。1902年の大半をバートンはエドワード7世の戴冠式のためにイングランドで過ごした。この旅行は同様に新たなオーストラリア連邦とイギリスとの協定。 イギリス海軍が海外からの海軍脅威から保する下で、オーストラリアが資金を提供する協定によって、オーストラリア植民地時代とイギリスとの海軍協定を返還する交渉にも使われた。ディーキンはこの取り決めを嫌い交渉を取りやめて1908年に、しっかりとオーストラリア自身の海軍を拡張するために動いた。バートンは、温和な保守主義者だった。そして、 バートンの党内の進歩的な自由主義者たちは、バートンの政治活動へのザックバランな態度を嫌っていた。大きくて、ハンサムで陽気な男バートンは、長い夕食と良いワインを好み週刊誌ブレティンによって大酒飲みトビー、トビーとスポットとあだ名を付けられた。1903年9月、バートンは、オーストラリア高等裁判所の設立判事の一人となり、議会を去った。 バートンは9月24日、ディーキンに首相の公認を託した。法廷でのバートンは立派で、誠実で公平な判事として尊敬され、正解で培った恩恵派保守の姿勢と同じものを採用した。バートンは同僚のグリフィスとコーナーを連れ立って、州の自治を保つように試み、州が連邦幹部から税を徴収することや、 同様に連邦が中の鉄道の産業論争の仲裁を妨げていた政策補助部門の案に示された面積インプライドイムヤナイトヨーフインストローメンタラティスの規則を進展させた。彼らは同様に連邦政府の通称と産業の問題への権限を狭く解釈した。1906年以後のバートンは利益によって法廷に任命されたアイザック・イザックス。 とヘンリー・バーンズヒギンズ・ズヒギの二人の人進歩的自由主義者と、まますます衝突した。バートンは心不全のためニューサウスウェールズ州メドローバスのハイドロマジェスティックホテルで死亡した。バートンはボークリューズのシドニー郊外のサウスヘッドジェネラル墓地で埋葬された。ウェバリー墓地3章バートンは妻と6人の子供を残し亡くなった。 バートンは1887年、1891年、そして1899年と騎手の借位を辞退、したが1902年に聖マイケル、聖上寺勲章を作成することには同意した。バートンは1900年にケンブリッジ大学から名誉のみの法学博士号を受けている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。